皆さんこんにちは、豆腐です。本日もドラゴンクエスト6幻の大地実況プレイしていきたいと思います。さあ前回ですね、ラーの鏡を手に入れました。でハッサンがね、このラーの鏡を持って一旦元いた我々の世界、夢の中の世界なのかな、そっちにね戻って王様にその鏡を渡そうと、提案をしてくれました。今私たちがいるのは、まあ、いわゆる現実の世界っていうのかな、まあ、どっちが現実かわかんないんだけど、幻の大地と呼ばれる方にまあいるので、今回ね戻っていきたいと思います。で今ねすげえ簡単に戻っていきたいと思いますって言ったんだけど、どうやって戻れるのかがマジでわからんのよ。どこから戻るんだろう。これあれかな、船が出るのかな。なんか船でさ、この今いる場所に移動してきたんだけど、船が戻ってくんないとさダメな気がするのよね。ここは定期船の上、あサンマリーノまで戻れるね。戻ろうか。その前にさ、ちょっと待って、その前になんか面白い人いないの、ここ誰か。奥はいない。これサンマリーノ戻ってで、またどっかうろうろ右の方に行くんだっけな、どっかでなんか戻れた気がするんだよな。しょうがないねこれ、一旦ちょっと戻るとき戻るか。なんか面白い人もいなさそうだね。さあ戻ります。全部で200ゴールド、はい、了解です。ちなみにね、もう気づいていただいた方はいるかもしれないんですけど、酒と飲み会のそのうるさい場所で話してたせいで、今日声がガラガラでですね、完全にやっちまいました。いや参ったね。目的サンマリーノ行きましょう。いや本当にガラガラのガラですよ、困っちゃいますよもう風邪ひかないように必死です。さあそしたらサンマリーノ戻って、これでもさ、今回のね、今回のこの冒険、この下、これなんて呼んだらいいの、幻の大地と夢とうつつ、でもどっちが夢かわかんないから、まあ、今いるのをね、仮に幻の大地とすると、普段いた俺たちの普通の大地っていうの、そこからさ、今回こっちに来てから、ミレイユとバーバラっていうね、華やかな女性陣二人を仲間にすることができたので、今回このさ、ハッサンとこの幻の大地に来て、めちゃめちゃ良かったよね。お美しいお二人と一緒に旅ができて、きっとこのむさ苦しい男二人もテンションが上がってるんじゃないでしょうか。ってことでサンマリーノに戻ってきたんだが、これから俺たちがどうしなきゃいけないかというとだね、あそういえばさ、サンマリーノで追い出されちゃったメイドさん出会えるかなと思ったけど出会えなかったね。これ出会えなかったよな。魔王無道は日頃にぬぬぬぬぬ、メラニーか。メラニー帰ってきたらしい。ほっとしたわ。もし何かあったら後ろめたいもんね。ジョセフを好きな気持ちも冷めちゃったな。あら、やだ。お客様。なんでもないの。ほう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 。アマンダ。まあ、一段落なのかな。よかったね。メラニー帰ってきたって。よかったよかった。本当によかったよ。あ、メラニーはちなみにね、この皆さんも覚えてると思いますけど、この家のメイドさんでしたね。あの時お世話になりました。メラニーを探して旅をしてるときは、何度も危ない目に遭いましたが、今こうして無事に暮らすことができて幸せです。それよかったよ。私幸せです。でも街を出て行ったご主人様が心配で、あの時のことなんて気になさらずに帰ってきてくださればいいのですが、あ、今度はご主人様、町長がいなくなっちゃったの。どういうこと？メラニーが犯人だと思ってメラニーがいなくなって、それの後に町長がいなくなったの。みんないなくなるやん。町長さんが旅の商人にそそのかれて出て行っちゃって。あら、大丈夫？それ。町長が出ていくってやばくない？ジョセフがメラニーちゃんを連れ戻したら、この町から出て行っちゃったんだよ。気まずいのはわかるけど、どうするつもりなのかね？ほんとだよ。まあ、いいか。なんか、まあ、いいでしょう。まあ、ヨシナにやってくれ。そしたら、俺たちは戻らなきゃいけない。ダーマ神殿跡。これね、戻らなあかんのよ、我々はな。ビッグファイス。行くぜ。懐かしいね、ビッグフェイス。もう懐かしい、懐かしさすら覚えるよ君たちの。俺はいいね、バーバラいいね、そしてミレイユ、最後にハッサンと。ああ、かわされていく。ハッサンがとどめを刺す前提で話していたのに、今
飛び膝蹴りかわされるのやばくない？めちゃめちゃ大変そうなんだけど。さ、そしたらこれさ、待って、ダーマ神殿後に来たが、おーおー、すげえ、もう後になるからって毒の沼とかあるけど、問題はさ、どうやって帰るんですか？どうやって帰るんだっけ？どうやって帰ったらいいんだっけ？どっかになんかあったっけ？完全に忘れてる今俺。あ、あったあった、これか。よかったよかった。ああ、よかったよかった。ダーマ神殿から帰れたね。危ねえ。さあ、そしたら、ああ、戻ってきた。久しぶりだよ。よかったよかった。すごいね。こうやって見るとさ、うん、下に穴開いてるもんね、これね。そしたらさ、戻んないと。こっちの世界のレイドック王にね、会わないとね。よいしょ。なんか意外とサクサクいけそうだし、なんか、これさ、ルーラ誰も使えないの？あ、使えるやんけ。レイドックだ。一瞬だ、こんな。さあ、そしたら、よいしょ。ただいま。ただいま。もういや、毎日が不安で不安で、いつ無道が襲ってくるかもしれないなんて、みんな考えないようにしてるけど、ほんとすごく怖いはずよ。そらそうだよね。武器の店だ。なんかいい武器あるんだっけ？そらそうだよね。レイドックめっちゃ初めの方だったもんね。そらそうだ。そりゃそうじゃ。さあ、そしたらもうサクサクとラーの鏡持ってきたこと報告しちゃおう。こんにちは。ただいま。いやいや、そなたたちはよくぞ戻った。兵士長も帰りを首を長くして待っていたぞ。いや、待って、もうさ、こんがらがるね。こっちの兵士長とあっちの兵士長がおるから。こっちがソルティ兵士長で、あっちがトム兵士長だっけ？てか、あっちのなんかは、悪どいさ、大臣みたいなやつどうなったんやろうね、マジでね。幻の大地のね、レイドックの大臣は、悪いやつっぽかったけどね。あ、兵士長。トフ、ハッサンではないか。まさか、ラーの鏡よ。せやで。持ってきたやで。でかしたぞ、トフ、ハッサン。さあ、忙しくなるぞ。早速、レイドック王にご報告せねば、ついてこい。いや、素晴らしい。なんて優秀なんだろう、俺たちは。昇進させてくれてもいいよ。こんにちは。どうも。それで兵士長より今しがた報告を受けた。ついに君たちがラーの鏡を私の元に持ち帰ってくれたそうだな。豆腐はラーの鏡をレイドック王に差し出した。うむ、これはまさしくラーの鏡。心より礼を言うぞ。この鏡があれば、魔王無道の正体を暴き、戦いの決着がつけられるはず。私はそのための作戦を立てようと思う。ついては豆腐、君たちにも参加してもらいたい。もちろんです。今夜は2階の兵士部屋で待機してほしい。さらなる活躍を期待するぞ。では、皆も決戦に備え、ゆっくりと休むように解散。素晴らしい。いや、もう大出世じゃないですか。これはもう出世間違いないよ。そして、よか吹けた。ああ、ずいぶん待たされてるな。もうすっかり夜だぜ。こんなところでじっとしてたら、体がなーまっち。びっくり。兵士長が、ちょっと上に来てくれるか。上で待ってるぞ。あ、ちょ、下にいろって言われたから、下にいろって言われたから下にいたんだよ。ちょっと、どうしたの？どうしたの？どうしたの？なんかあった？なんかあったか？レイドック王、一体どうされたのです？う、苦しいのですか？それともお声が出なくなったとか？レイドック王、一体。え？やばそう。一体どうしたというのだ？王様どうかお気を確かに。なんか、やばそうだよ。来てくれたのか、豆腐。見ての通りだ。本当にラーの鏡なのであろうな。せやで。ほんとほんと。ともかく、王が鏡を覗き込んだ途端、このようなことに。何が起こってしまったのか。え、どういうこと？私は？どうなされましたか、レイドック王。違う。私は、レイドック、うわ。え？何？どういうこと？これはどうしたことか、鏡があのように光って。レイドック王。え？
どういうことこれ。あ、え、え、どういうこと。王妃、霊毒王が女性のお姿に。え、しかも倒れちゃった。とにかくベッドに。一体何が起こったのか。霊毒王が女性の姿に。このことはよ、秘密にされたまま夜が明けた。え、謎すぎるんだが。王妃だ、いや、え、王妃だったってこと。ご気分いかがですと霊毒王。何がどうなったのです。どうしてそのようなお姿に。私は霊毒王ではありません。シェーラと言います。シェーラ、どういうことだ。ではお聞き申す。この国の王は一体、それともこの国には王などいなかったなどと申されるおつもりか。本当の霊毒王は無道という者のところにいます。え、いえ、無道自身が霊毒その人だと私は思います。どういうこと。ただ私には分かるのです。ラーの鏡によって現実の世界でかつて起きたことが見えたのかもしれない。つまりここはやはり夢の世界っていうことか。あっちの世界、現実の世界での、この世界で大臣や兵士長に分かっていただくのは難しいでしょうが、私を信じてくれますね、トム兵士長。トムと呼びましたね。しかし私にはソルディという名前が。トム、だが妙に気になる名前だ。そこにいるのはトフです。あ、そうですよ。はい。随分とたくましくなって。私と共に、武道のところに行きましょう。そうすれば全てがはっきりとするはず。私がなぜこの世界で霊毒王になっていたのかもわかる。え、さあ行きましょう。待って。どちらにせよ武道のもとへお前たちに行ってもらうつもりであった。無道討伐へ向かったことにしておこう。待って、その女性には何やら逆らえぬ威厳を感じる。無道の居城はここよりはるか南東の地、東の険しい山を南に下り関所を越え、さらにはるか東。え、待って、俺今から無道と戦うの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、死んじゃうよ。絶対無理だよ、そんな、そげなバカな。いや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 。今、無道と戦うんですか。まだ、まだ、バーバラさん6レベとかですよ。さすがにちょっと無理じゃないですか。マジですか。話を聞いてるぞ、頑張ってこいよ。やばい。やべ、ぶん投げられた。やばいね、これどうする。しゃあない、行くしかない。とりあえず、なんと、しかもめちゃめちゃに遠いみたいだから、おいそれといけない感もあるんだよね。そうやって考えたら、まあまあ、ギリギリ。まあ、時間かけて行ってね。時間かけて行って、その先で、まあなんか、吉野に、レベルも上げていくぐらいかな。東行って、関所越えて、さらに、どこ？さっきの大穴のところが、ずっと右にあるから、そこかな。ルーラ、マルシェ、レイドック、ライフコット、マルシェってどこだっけ。マルシェってどこ。マルシェに、試しに飛んでみた。これどこだ、今。あー、さらにダメだ。西に来ちゃった。じゃあ、レイドックだね。いや、やばいよ、これ。すごいことになっちゃった。でもやっぱりこっちの世界は夢の世界なんだね。夢だったんだ、こっちは。現実の世界で、レイドック王がどうなっちゃったんだ？現実の世界のレイドック王は無道になったってこと？謎が多すぎるよ。さあ、じゃあサクサク進ませながら、まあ、その過程でね、バーバラのレベルもちょっとずつ上げていこう。よいしょ。関所通ってずっと南東って言ってたもんね。東のや険しい山を越えて関所を通って南に行き、さらにそこから東に行きみたいなこと言ってた気がする。いや、これは大変なことになっちまったよ。でもそこでさ、夢の中の世界なわけじゃん。でさ、現実世界の人となんかリンクしてるのかと思ったんだよね、あの人物たちが。でもさ、レイドック王はさ、シーラっていう女性だったわけじゃん。これが女王様なのか、
向こうの世界の、まあ、現実の世界のね、女王様なのか分かんないけど、多分女王様でしょうと。って考えるとさあ、そうやって考えると、必ずしもさ、その、現実の世界の人が、この夢の中の人にリンクしてるわけじゃないわけじゃん。現実世界の霊毒校がこっちの霊毒校じゃないわけだから。って考えるとどうなのこれ。どういうことなの。そしてこれ俺進ませ方合ってる、これ全く同じ道行ってるけど。でもさ、なんかさね、トム兵士長はさ、なんかね、兵士長って呼ばれた時に、なんかトム兵士長なんか、うん、なんか聞いたことあるみたいな、聞いたことあるというか覚えあるみたいなこと言ってたからさ、兵士長はさ、なんかリンクしてるっぽいよね。両方同じ人、同じ人っていうか、いやー謎が深まっていくなー。すごいね、ドラクエ6さ、ドラクエ史上は一番さ物語がさ難解かもしれん。そして俺これ合ってるんだっけ、進ませ方。今さ俺はさ関所を抜けたい、関所を抜けたいというか大陸を移動したいんだけど、これ合ってる？あんまもう覚えてないんだよな、道がどうだったか。さあ、バブルスライムが可愛く攻撃、あ、毒にされちまった。困っちまうぜ。よいしょ。刃のブーメラン強いね。めちゃめちゃ便利だわ。やっぱやっぱブーメランだよな。もう声カスカスすぎてやばい。ちょっと待って。あ、やばい。本当にやばい。これやばい。助けてくれ。ありがとうございます。そしたらだよ、ここ出るじゃん。いやー敵が多いね。あーでも本当にどうしたらいいんだろう、どうしたらいいというか、一番初めにさ豆腐が見てた夢で、豆腐とハッサンとミレイユの3人でさ現実世界で冒険してて無道にやられちゃったじゃん。で夢の中で起きたとはいえ、こっからちょっと南東に行ってみよっか。ギズモとテールイーター、かわいい。テールイーターかわいい。なんか、テールイーターはきっとかわいくないんだろうけど、生き物的にはね。ちょっとかわいくない？あの、お口がなんかむ、なんかあの、逆三角形なとこがかわいい。で、これ何で書いてあるの？ああ。これより東ダーマの神殿あり。うん、壊れてたやつね。ここ南に行けばいいのかな？よいしょ。そしてブチスライム多くね？ブチキングになるのかなこれ。そして弱くね？あ、そっか、この世界のブチスライムってあれだ、今までのドラクエでいうスライムだもんな。さあここをさらに南だと思うんだよな。なんか南東にある霊毒港から、霊毒城から南東って言われているけど、今東にしか行ってないから、そろそろ南に降りていかねばならぬはずだか？いけるのか？あれ、いけなくない？待って、完全に迷子。今完全に迷子だよ、俺。ちょっと一回地図見てさ、なんか川っていうか、なんか今水にぶち当たっちゃったね、これ。この右さ。あはーん、ここを南に行きたいんだよな、俺は。でも行けなそうだよね。行けなそうだな。南東か。レイドックから先に南に行くべきだった？いや、そんなことないよな。何にもないもんね、そうするとね。あれ、南東って言ってたよね。北東じゃねえよな。ちょっと一回地図確認しましょう。はい。ということで本日は霧がいいんでこんなところで終わりにしたいと思います。いや謎が謎を呼び深まるばかりですね、謎が。なんかね、霊毒王がまさか女性だったとか、もうこっちがやっぱり夢の世界でね、現実世界とちょっと違うんだっていうね、まあ夢とうつつで夢の方だったっていうところがちょっとずつ分かってきましたが、もう次回はね、無道の居城に行かなきゃいけないんで、そこまで歩いていきたいと思います。ってことで、本日もお付き合いいただき誠にありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。
バイバイ。